はい皆様こんばんは、竹千代です。今日も夜の手帳タイムをしていきたいと思います。ちょっと今ね、すごくね、外風がめちゃくちゃ吹いてて、もしかしたらそれのなんかザワザワ的な音が、もしかしたら入るかもしれないです。ょちょっと今ね、ミニ録のこのウィークリーを開いたんですけど、ミニ録普通に書いてありますね。まあただね、ちょっとここら辺はね、もう今書いちゃおう。 どうしようかな。何を貼ろうかな。別に貼らなくてもいい気はするけど。よいしょ。なんかまあ、ウィークリーとかマンスリーとか、あの、書き方はね、全然なんかこだわらなければ、こうやっていろいろ自由に使えますので、私は、あの、真面目には書いてないです。結構ね、ここの15日、16日あたりのところとかは、 果たしてどっちの日にあの全部書いちまったのかわからないぐらい曖昧ですねちょっと線とかね全然は,はみ出てるしむしろこの日付を区切る線の上に書いてるしねなんでね皆様も自由にリフィルは使ってください別にね人に見せるわけでもないしね人に見せるわけでもないっていうか人がさあの自分の手帳を見てうんするわけじゃないじゃないですかなんで自分が分かってりゃいいんだよね あ、漫が帰ってきた。ちょっとまたくね、今日ね、リビングでね、あのー、いけ。<laughs> リビングでねあの、手帳タイムしてるんですけど、リビングで手帳タイムしているが、ちょっと待って、これさ、机がめっちゃ揺れる。手帳タイムしているのだが。 祐一門が幼稚門うあのうさぎですね幼稚が和室から帰ってきたと思いっきりかけて帰ってきたぞ走って帰ってきましたね風すごくな、ね、い聞こえるかな 今日ぶっちゃけねなんか朝とかはさやっぱりもう大雨だし大風だしほんと台風みたいにすごかったんですけどそれからすぐ晴れてで今夕方になってまた風が出てきた感じですねまあ海ももう波よすげえ波あったよよいしょこう書いて次ですねよいしょあそうだあれだわ ちょっと私の今日のおやつね東京リベンジャーズ組ねえどうもーあのうんあのー、普通に買ったよ普通に買ったよっていうかもうアマゾンで予約してたから帰ってきてたら仕事から帰ってきたら届いてたんですけどいや分かってたの分かってたんだよ本紙読んで分かってたんだよ分かってたんだけど受け入れられねえもう悲しきそしてシール何が出るかなピヨ来た来たちょっと待ってこの間あれなんだよねこのねこのシール 結構ね、あのご、ー、めんなさい「東京リベンジャー」ズとか全然興味ない人すいませんねこんな感じでデザインがねめちゃくちゃあのこれタ道とさこのキサキのデザインめちゃくちゃ可愛くないっすか超可愛いよね未だにレアは1枚も出てないんですけどただねあれなんだよこの間竹道出たのよタケミチ出たしキサキ出たしもう可愛いの2枚両方とも出たほら見てどこに貼る問題だけどねとりあえず今このねメモリストの こののケースの中に出ますうちねなんかね田舎だからまだこうやってねあのグミとか入って普通にあの何ていうの店頭に並ぶんですけれども多分都会じゃさなかなか手に入らないんじゃねみんな箱買いとかしてるっしょきっとどうなん分からんけど年末、まあちょっと待ってこれクリスマスのシール皆さんクリスマスのシールの期限が近づいてきましたよ もうすぐあれだももんねえもうすぐって言って今何日だいやもうすぐだね来週早いやニンテンドースイッチが欲しいんですよねそれをね普通にあのちょいちょい家族に言ってる <laughs> いい大人が何言ってんねんって感じだけどニンテンドースイッチでさあの本当にマジであの動物の森やりたいの厚盛りやりたいの えーっと、あっという間にクリスマスですねと。クリスマスが来ちゃいますねだね。皆さんは、あ、なんかみんなと間違えた気がした。皆さんは、クリスマスプレゼントどうしますかと。 どうしますか今何があのお子さんには何が人気なんだろうクリスマスプレゼントってなんか去年あたりはさやっぱニンテンドースイッチがめちゃくちゃなんか売れてたような気がするんですけど今年はどうなんだろうねどうしますかえっ、ー、と大人の方々はもう買われましたでしょうか自分へのクリスマスプレゼントね しょうかといややっぱりねあの大人,大人の人々もみんなさ自分にクリスマスプレゼントは買うべきだってだってもう1年間のなんかご褒美みたいなもんじゃないですか私なんか1か月に1回は自分にご褒美あげてる気がするよえー、っと文房具で。 年忘れしましまょう年忘れってこういう意味で,で使うんだっけなわかんない今年なんかさガキツカの,あの罰がないから罰ゲームが毎年それを楽しみにしてるんですけどないからどうなんだろうなんかもはやさ昔のやつも再放送してほしいんだけどマジでねあの2000年から2004年にかけては本当にかみってるんでガキツカねガキツカ罰。 あのもうフールの人たちはもう、まあ、マジで見て今見れるから2000年の鬼ごっこから始まり2000年の鬼ごっこから始まり2001年があのー、松本人志のひとりぼっちの配慮館で2004年前だからあとあれですね旅館ですね旅館湯河原とかなんかそういうのも,もう本当に何度は笑ったか分からん浮きつかばず2000年か2004年は。 噛みかえすぎるので必ず見て私あの一りぼっちの廃旅館に至ってはあのリアタイで見てたんですよあの部屋でえなえ中学生高校生どっちだったっけな、まあ、とりあえず見ててほんと夜中にさもうギャラ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 笑って笑いすぎたんだよね あの普通にさなんかもうみんな寝てたんですよみんな寝てて私一人でベッドに入りながらゲラゲラ笑っててそしたら普通になんかパパチモンかママチモンがどっちだか分かんないけどな,なんかあったのみたいな感じで部屋来たような気がするんだよな絶対なんかあったような気がするそれほんととにかく腹がよじれるほど笑ってたわえー、っと今日はあこれ何この線何こんなんだんだこの分数みたいな線何を書こうと思ったんだ ちょっと待ってくれ。ちょっとなんかタイトル的なやつを書くスペースでもないぞい。ここにちょっとイラストをポンポンって書いといて、ちょっとお花でも散らしといて。何書けばいいんだ。スマイルでも書いとこう。お花。お花。よし。ということで、ウィークリーの見開きは、まあこんな感じですね。 早くも、まだ土日が始まってもいないんですが早くも私の今週は終わってしまった。よしということで次あこれがこの間描いたやつですねこの間の動画であのー、プラチナのセンチュリーの極太で描いたものになってますねやっぱりほんといいよねあのー、いやー動画でちょっとわかんねえなわかんねえだろうなこうねこの インクがね、ラミーのクリスタルインクのアマゾナイトっていうブルー系のねブルー系っていうよりかもう結構水色なんですけどそ,ういう色なんそのインクなんですけれどもちょっとねこのねやっぱり太字で書いたからこの何書いた枠枠,枠のところすっごいねなんかレッドフラッシュがねあるんですよあの微量にねうわー分かんないよねー本当に綺麗なの。 あのラミーのこのクリスタルインクのアマゾナイトほんと綺麗な色なんでマジでブルー系でブルー系っていうか、まあ、どちらかというと水色系よりで色探してる方はこれほんとおすすめあとは神戸の神戸インクの、えー、と布引きエメラルトそれはちょっとまあエメラルトっていうぐらいなんでちょっぴし水,水色緑グリーンがか,かってるんですけれども本当にこの2色はマジでおすすめ超綺麗なのあとエルバンのねカランクブルーもすごい綺麗です 私そのカランクブルーと布引きエメラルドとあとそのアマゾナイトはもうリピリピな感じですね。水色系最強インクです。で16日でしょ。あこれは今朝書いたやつですね。そう最近ねなんかドットのさこのリフィルが面白くて私ドットのリフィルって全然あの普段使わなかったんですけどたまたまねなんかメモ帳として置いてあった。 ドットリフ使ったらなんか意外になんか使いやすいなみたいな。でこのぐらいだとこれアシフォードのリフィルなんですけれどもそんなになんか字の邪魔もしないしスタンプやっても全然邪魔にならないからここら辺はねこ,これはね多分ねえー、っとあれうわっすごいもうドアスリしたんだけど。 幸せはんこさんだそ,うそ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 う。のやつと、あとこっちは子供の顔のコラボのゴリラ・リボンちゃんの宝箱スタンプのやつですね。あぶね思い出せたよかった。たまにさ、こんなの絶対に忘れるわけないじゃんっていうもの忘れませんたまにある、あるってビビるんだけど、私は本当に。いよいよかって思っちゃうよ。よいしょ。えー、っとねー。 ししましょうねこのちょっと待って中途半端なシールを先に使ってしまいたいこういうねあったあったよいしょ、えー、クリスマスが来たらあっという間にお正月だし早いですね 一応なんか年末年始はね、あの私はまあ高なんですけれども、ほぼ日のダウンロードシティでなんかいろいろダウンロードして今年を振り返ったりとかしてます。あれ結構すごいいいコンテンツですよね。なんか今年の振り返りシートみたいなやつとか、あと何年の初めに目標設定したりする。 したりするじゃないですかなんかこういうのやりたいとかこういうのチャレンジしたいとかそういうのをね書きやすいねな何紙物がねたくさんあるので、まあ、もちろん自分ちで印刷するにあたってプリンターとかまあ必要にはなっちゃうんですけれどもそれにつけてもねこうやってなんか無料でさそういうの配信してくれるサービスがあるっていうのは本当に現代っていい時代よマジで。 昔は何やるにも大変だだっっったんだからてて言って私も平成生まれなんでそんなにさ結構なんかデジタルデジタルをの恩恵を受けて育ってきた人なんですけど私がね中学中学生ぐらいの時はねすごいブログとかが流行ってましたねあのしょこたんのブログとかめちゃくちゃ書籍化されてると思うんですけどめっちゃ読んでたなおそらくちょっとグミ食べよう これね、グミねえっ、ー、とね青りんご味とねブラッドオレンジ味レアグミってブラッドオレンジ味がレアグミってなってるんですけど普通に、あのー、こうやって入ってます私今までこれ含めて3パック食べてるんですけど3パック中2パックはこのレアグミが入ってましたたグミってさマジであるあるだと思うんですけど全然さ虫歯だと思ってなかった歯が痛むことありませんグミのグミによって なんだろうグミの周りについてる粉あるじゃないですかあれが何か変なとこ入っちゃうのかたまにめちゃくちゃ吐いたくなる時あるんですよねいや普通に虫歯だって認めるよって話なんですけどいやーなかなかね歯医者はね怖いからそうそうさっきのさ あのクリスマスプレゼント云々の話に戻るんですけどいやー本当にねなんか昨日も言った通りあ,のある手帳を買おうかどうか迷っててそのある手帳っていうのがさアシシュフォードののャルトルルトバイブルサイブサズだったんですよ今あの今日ねこの動画を見てくださってる皆様今ねあのアシュフォードのオンラインストアに行っていただくとえー、っとシャルトルのバイブルサイズ25ミリリングっていうのがね デカデカと出てくるのでねぜひぜひ見てみて。アッシュフォードシャルトルバイブルサイズそれがねニューデで出てるのですごい綺麗な写真とともに。 で25ミリリングだっていうことは予想はしてたんですけど本当に25ミリリングで今だったらねマジ大人気のお色のね黒のシャルトルがあるのでそれも本当に見てほしいすっごい綺麗なのこのシャルトルっていうあのシステム手帳の柄ね私シャルトルはね HB×WA5 がその黒のシャルトル持ってるんですけど黒ほんまに綺麗やでと。 一応まあ生でさ見,見ようと思うと東京だとどこ行きゃいいんだろうやっぱ伊東屋とか銀座の伊東屋とかになるのかな多分それ以外でなんか見たことない気がするまあとにかくオンラインストアに行けばすごい綺麗なね写真とともにこれがシャルトルかっていうのが見れるのでぜひぜひ見てみてくださいこれねシャルトル今ね ネット限定は M5、サイズななのか M6 5 m、バイブル HB×W、英語で今出てると思うんですけれども、えっ、ー、とね、M6、このミニ6サイズね、いつも私がこうやって使ってるポケットサイズと言われるミニ6サイズはね、黒は多分、昨日まで売り切れてた、売り切れてましたね。 というわけでですね、ちょっと場所を移動しました。みんな帰ってきたのでね、リビングで手帳タイムをせずに、自室に帰ってきました。で、何何の話だっけそう、アッシュフォードのシャルトルね、シャルトルなんですけど、ちょっと自室に戻ってきたんで、お見せしますとですね、こういう感じですから、的に。あの、これが黒のシャルトル、通称、クロトル様ですね。こんな感じで、h b かける w 英語なんですけど、これは25ミリリングかな でここにポッケがついてて見てくださいこの柄めっちゃ可愛くないこれね一個一個ね柄の出方が全然違うんですよ。なんであの同じものは一つとしてないあの手帳になるんですけれどもあのすごいねなんか面倒くさい工程を経て作られているので。 多分単価の方はね他のシステム手帳よりちょっと高めにはなると思うんですけれどもそれでもねこの私はシャルトルは黒しかもこの黒しか持ってないんで他がどうだか分かんないんですけど黒はねこ,れなんかすごいこのラメラメが光ってるの分かりますかこれ本当に微細なねステッカーファンのあのシールのようなねあのフラダンスをね微細なこうラメがね入っててすごくもう映えに映える。 システム手帳になっております今私はねこの HB×W 英語の方はキュリオを使ってるんでこっちのシャルトルは使っていないんですけれどもいやこれもねなんか使いたくなる日が来るねきっとねそうめちゃくちゃ可愛いんですよでさなんでさシャルトルの話をしたかっていうとそうそう本当はねシャルトルのバイブルサイズを買おうかと思ってずーっとまあずーっとって言ってもね昨日昨日のね56時間悩んでただけなんですけど 悩んでたんですよただねあの朝今日の朝になってね考えてみた時になんかバイブルサイ最近で、ね、バイブルサイズを使う時ってあんまりないんですよ大体こうミニ録であのこと足りることが本当に多くてあのなんか日記を書きたいって言ってもシールとかスタンプやってこのぐらいの量書くのが本当にちょうどよくてであと持ち運びも楽っていうねそれがあってなんかバイブルサイズ今いらないんじゃないのかっていうね しかも多分もうオーセンもあるしねもうバイブルサイズの手帳って私一番多分各サイズの中でバイブルが一番持ってると思うので買わなくてええじゃろっていうことになって、うん、じゃあ何するっつって、うん、今朝ミニ6を買いましたミニ6のねしかもね全然違うやつ買ったそれはもうあの来てからまたアップしますねそうそのねミニ6ミニ6サイズで結構有名なシステム手帳っていうかあの 23年前ぐらい1年一2年前ぐらいにすごいなんかめちゃくちゃ流行ったようなイメージがあるんですけどそのシステム手帳を買いました本当はねあのもっと違うやつを買おうと思ったんですけどなんかその子が忘れられなくて今朝ね仕事行く前にいや買うべきと思ってパパパパってもう普通に決算しちゃった <laughs> 今朝ね決済ねもうやだわこうやってシステム手帳が増えていくんだわ えーっと、あ、そうだ、シャルトルの h b ける w a 5動画でお見せできてよかったと。 ということでね、今日も、えー、夜の手帳タイム、こうしていろいろ、いろいろ書いてはいないね、今日もなんかただただ結構喋っていましたね。まあ、今日はですね、えっ、ー、と、何か言ったっけ、ウィークリーの、ウィークリー、ウィークリーの今週の欄を、余白をすべて埋めてしまうっていうのと、あと、こちらですね。 アッシュフォードのこの日付入り曜日なしのリフィルを書くっていう動画でしたあこれもねあのすごい私めちゃくちゃ好きなリフィルでミニロックとバイブルサイズで出てるのかなこの日付だけ印字してあってこの曜日はあの自分でこう丸したりとかチェック入れるだけなのであのいつからでも使っていただけます1月1日から12月31日までワンパックに入ってて。 あの日付はねその選択式なのでもう全然あの明日始めたいって言ったら明日から始められるリフィルになるのでこのワンデーで書けるっていうのがねめちゃくちゃいいですよね。で私はねもう本当に全部無視して書いちゃってるんですけどこういうふうに時間軸も横に入ってるんですよ。なんで何て言うのちゃんと時間で予定を管理したいって予定管理とかもできるしあと本来ねここはノートってってねあのメモ欄みたいになってるので。 あのビジネスとかでもすごい使えるものになっております。ただ私は例によって例のごとくただただこう全部を無視して日記として使っております。ということで今日の夜の手帳タイムでした。ありがとうございます。ではバイチャ。